プテックスタッフ店員佐藤です。今回は新発売のデジタル一眼カメラ、グローバルシャッター搭載の α9-3 の紹介です。先週ですね、シマリスと野鳥取りに行ってプリレックのことを中心にブログレポートの方でご紹介しましたけども、週末にはですね、野鳥撮影会ということでお客様も、店頭にお越しになって、たくさんの方に9-3を見ていただきました。その時にちょっとご案内したような話をですね、ここで、サクッとちょっと今回 YouTube で紹介したいなと思います。まずはですね、やっぱ個人的には一番すごいなと思うのはもうプリ撮影機能で、もう過去に戻って写真ができる、撮れるというか、最初に設定をしておかないといけないんですけども、自分が野生動物がパッと動いた時にですね、シャッターを撮り遅れたと思ってもう遡って、それを撮ってくれるので、なんだろう、動いた後にシャッターを切ってもそれが撮れてしまうという素晴らしい機能が今回搭載されています。設定としてはですね、プリ撮影という機能がドライブモードの中にありますので、ここで設定を入りにします。で、プリ撮影、シャッターを切る何秒前から、撮影をするのかっていうのを自分で記録することが決めることができます。一番短い時間だと 0.005 秒、で、一番最長で1秒です。で、秒120個まで撮影設定した時には、連続撮影がですね 1.6 秒までしかできないので、例えばここでプリ撮影を1秒にしてしまうと実際の撮影は 0.6 秒しかできなくなってしまいます。知見、11月に開催された特別体験会の時に、バットを振ってそれを撮影しようという時には 0.3 秒で設定していたので、おそらく中の人が使ってみてですね、だいたいこれぐらいで撮れると言ってるのが 0.3 秒ぐらい、それぐらいだったら、あ、押し遅れたって言った時でも撮影できるのかなというふうに、思って自分でも 0.3 秒にしてみたんですが、実際にやってみると 0.4 秒ぐらいは私の場合勘どころ悪いのでしといた方が良さそうかなというふうに思いました。そして、撮影枚数なんですけども、こちらはここのダイヤルで、設定をします。ハイプラス、ハイ、ミドル、ローという4種類の撮影ドライブモードがあるんですけども、この秒120コマが使えるのはハイプラスのみになります。で、ハイとミッドロー、こちらは、自分でそれぞれ撮影枚数を決めることはできるんですけども、ハイ以下だと、秒30コマ以下というふうな設定になります。秒120枚、秒60枚の設定ができるのは、ハイプラスだけです。そこの枚数もこうやって、自分で設定をある程度できますので、120枚も撮られる必要はないんだよなというのであれば、そこは30枚とかにしておいてもいいんじゃないかなと思います。ここに C5 ボタンというのがあって、ここに、ブースト機能というのが付けられるので、ここを押した時だけ120コマという撮り方もできます。そして、プリ撮影の仕組みなんですけども、もう設定をしたらですね、シャッターを半押しにしたところからもうずっとレックが始まってるのかな。それで、切った瞬間からその 0.3 秒前のやつを切り取ってくるので、例えば秒120コマに設定している時に 0.3 秒というプリレックを入れておくと、シャッターを切った瞬間にはいきなりもう40枚の写真が撮れてしまっているというような、動きになります。で、ですね、プリ撮影のスタートトリガーという機能があって、ここを、シャッター半押しにするのか、もしくはここの AF オンですね、このボタンで作動するのか、両方作動するのかっていうのを選ぶことができます。例えばシャッター半押しの方には、プリ撮影をさせないようにしておくと、こうやってシャッターを切った、この時にはプリデックが入らない。で、ここの AF オンでオートフォーカスを効かしている時に、ここでシャッターを切るとこの時はプリデックが効くというような使い方になります。なので、私個人的にはシマリス撮影とか野鳥撮影で試してみた限りだと、プリ撮影入りにして、で、プリ撮影の記録時間、一応僕私は 0.4 秒ぐらいがいいかなというふうに思って撮っていました。プリ撮影のスタートトリガーは言った通り AF オンの方にアサインしておいて、こちらのシャッターボタンの方だけだったらもう、いきなりもう止まってるシマリスさんとか、
野鳥とか撮るときはもうこっちだけで撮って、で動き出しを待ってるときはこっちの AF 音をしてというような撮影の仕方をしています。では、その撮影の仕方でですね、どんな撮影のすることができるのかちょっとやってみようかなと。撮ってきたものこの中に、失敗はちょっと抜いておいてですねまとめてみたので、ご覧になっていただきたいなと思います。ちょっと撮影の設定をします。まず最初は、今シマリスはですね冬眠にほとんどの子が入っていて、遊んでる子歩いてる子あんまり数が多くないんですが、野鳥がいっぱいいるので野鳥をこうやってよいしょ狙って撮ることができます。今のはジャンプしただけ。はい、飛び立ちました。この撮影の時はどうしてるかというと、この状態のままでずっと動いてないところをですねプリレックで、AF オンボタンを押して待っていました。で、これ画面のですね左上のところにですね、マークがついてるのわかるでしょうか。ボタンと矢印のものがあるんですが、このマークが出ている時というのはプリレックをしている状態なんです。プリレックでこういうふうに飛んでいって9枚目10枚目、ここで僕は、シャッターボタンを切った。なのでここがプリレックで撮れたシーンなんです。飛ぶ瞬間というのは僕は全然シャッターボタンを押せてなくて、で、飛んでいった瞬間ここでシャッターを切ってる10枚目で、この時は秒30個まで、プリレック 0.3 秒で撮ってたので、9枚がプリレックで撮れてたということになります。はい、次のシーンも、これが、何枚撮れてるの ?14 枚撮れてるそうです。よいしょ、見てみましょう。ジャンプするから、下から。まあ、ここで、やっぱ10枚目に僕はシャッター切ってるので、ここの9枚目まで、ここがプリレックで撮れたところになります。さあ、どんどん見ていってみましょう。これも、このじっとしてる状態のところで、フォーカスオンにしといて動いた。10枚目で僕はシャッター切ってますが、もう完全にシマリスが消えてますね。この状態でシャッターを切ったという感じです。で、これも、10枚目で動いき、ここでシャッターを切ってますね。で、これは、四十からかな。四十からも降りて、ぴょんと下にジャンプしたんですが、10枚目で僕はシャッター切ってるので、ここでシャッター切ってます。何もないところで僕は写真を撮ってたんですね。今までだとこういう写真しか頑張っても撮れなかったんですが、この α9-3 を使うと、こうやって時間を遡ってというか、飛んだ後にシャッターを切るだけで、撮ることができるという安心感があります。慣れてないと、やはりこの状態でシャッターを切ろうと思っても、あ、もう行っちゃったからダメだっていうふうに言ってシャッターを切らないで行っちゃうんですけど、そこで勇気を持ってシャッターを切る癖っていうのをちょっとつけないといけなくてですね、そこがちょっと今までと違う撮影の方法になるかなと思います。こちらも四十からですね、はい、6枚目で飛んでいます。これは反応結構早かったな。わずか4枚だけの遅れで僕はシャッター切ってますけど、まあその時には画面の中には誰もいませんでしたと。はい、こちらはもう、目白ですね。この時は、もちろん画面の真ん中にいる目白を僕は狙って、AF音をしてたんですけども、奥からこうやって飛んできてくれたので、ここですね。もう鳥がいなくなっちゃってますけど、ここで僕はシャッターボタンを切って、あ、いるか。飛んできてるやつを撮ったと。で、ここで、なんと偶然ですけども、よいしょ。ね。2羽の、よいしょ、目白さんに同時にピントが合うという、ちょっと面白い写真が撮れました。で、これは、狙っていたや、目白がやっぱ飛んでったところなんですが、あ、いい写真撮れましたね。こんな感じで、これもやっぱり、撮ったの10枚目だから、これは、僕、プリレックを使わなくても撮れてたかもしれませんね。さあ、続いて見てみます。これも飛んでいってしまった後ですね。ちょっと、シャッター切るの遅かったんですが、
やっぱこれも癖で、取り逃してしまったなというふうに思ってからシャッター、切るの躊躇してて一瞬遅れてるんだと思います。これがあると 0.4 秒必要だなという感じになってきますね。これももうすっかり飛び立った後のシャッターを切ってますね。これも飛び立った瞬間が撮れるんですが、こうやってお尻向けてるときはもう向こうに飛んでってしまうので、あまりいい写真にはならないですね。これも飛び立つ瞬間がこうやって撮れました。なんでしょう、下の方に向かって、虫とかを狙ってるんですかね。なので、飛び立つ瞬間に翼を広げるんですけど、あとは弾丸みたいにもう身を丸くして小さくして飛んでいるのが分かります、地中から。はい、シマリス見つけられたので、シマリスに戻ってきました。動き出しで、ここで撮ってるんですけども、あ、よいしょ。あ、ゆっくりゆっくり。ダダダダって来るのを期待してたんですけど、この時は、ぴょんとしか動いてくれないので、予測力なんですけど、なかなかこういうのはもう難しいですね。で、逆にこれはですね、待ってたんだけど、動き出しの瞬間を撮れなくて、取れてないというのはもう後から追っかけて気づくの遅すぎてこういう風になってる感じですね。これはジャンプするかなと思って切ったんですけど、まああんましいいところじゃない。こっち側を向いてないといけないというか、動き出す、これもそうなんですが、どうしても今までの癖で日の丸構図で野生動物を取る癖がついているので、こうやって動き出す向きというのを予測して、そっちの方をちょっと画面開けておかないと撮れないので、9-3 ならではというか、プリレックならではの撮り方というのをこうやって身につけていかないといけないみたいですね。これも動き出しがちょっと僕の場合遅くて、体が右向いてるんだったら右の方に走っていくので、被写体を左に寄せておかないといけないんですね。まあでもこうやってジャンプしてる瞬間というのを撮るのはもうすごく難しくて、これもプリレックで撮ってますが、一日頑張って1枚2枚撮れるかどうかだったのが、この日はもうこうやって量産できてるので、はい、これ。飛んでる瞬間。あ、ちょっと足ついてるか。まあこんなのが量産して撮れるなんていうのは僕生まれて初めてです。今まで頑張って撮ってきたシマリス写真の中でも、この日1日で、まあ、2時間もいなかったんですけど、それで撮れてんの、撮れたジャンプの数は今までを上回るんじゃないかなと思います。そして、ここからですね、野鳥撮影の時は、秒30コマじゃなくて120コマぐらいにしておかないと、羽ばたきの瞬間撮れないのかなというふうに思って、ここから秒120コマに設定しています。ちょっとこれ影になってるんですが、ここで日が当たるところがあるので、この辺がベストショットですかね。この辺り。ちなみにシャッタースピード僕1000分の1秒で撮ってるんですけど、こういう羽ばたきを撮るときはもう2000分の1秒とか4000分の1秒ぐらいにしないと羽は止まらないみたいなので、もっと明るくしないといけないですね。ISO320 とかなので、まだ全然ゆとりあるし。もっともっとシャッタースピード上げていいみたいです。これも目白のテイクオフシーンですね。秒120コマにすると、シャッター切った瞬間に40枚撮れる。シャッター切ったのここか。ここですね。ちなみに、まあ、後でお話ししますけど、100、400、アップデート前で、まだこれ秒120コマ撮れない状態になってます。秒80から90枚ぐらいということなので、それちょっと撮れる枚数が少ないんですね。はい。ひたすら何も映ってないところを僕はシャッターで切って撮ってますが、その前が撮れてるだろうという予測で、こうやって撮影してるわけですね。これも、ちゃんと予測力で左の方を開けておけばね、ちゃんとしたジャンプシーンが撮れたんですけど、惜しいですね。また次頑張って、その辺を頭に入れて撮っていきたいと思います。これもバッチリなんだけど、シャッタースピードもちょっと速くしたかったな。まだまだ
はい、ここでシャッター切ってるので、もう完全にフレームアウトした後で撮ってますね。はい、これもジャンプした後なので、ちょっとシャッタースピード、シャッター切るのが遅かったみたいです。はい、これも飛び立ちの瞬間が撮れたけど、ちょっと枝がかぶさってるかな。はい、シャッター切ったのはここですね。ここで切ってるので全然間に合ってないですね。というような形で撮れるのが、α9-3 のプリレックでございます。ちなみにこれが、連続撮影の速度とオートフォーカスの追従についての記述なんですが、ハイプラスにしてもフォーカスは、被写体に追従いたします。ただ対応レンズがいろいろ、あってですね、秒120コマに対応するレンズというのは、まあ、ホームページに記載があるので、そちらをご覧いただきたいんですが、割と最近のレンズでないと、秒120コマのには対応しません。で、これが望遠レンズ群なんですが、70200GM2、200600G などは、ファームウェアのアップデート、米6ですね。ファームウェアのアップデートが必要になっていて、もうすでに公開になっているので、利用できるようにはなっているんですが、100、400だけちょっと不具合があって、ファームウェアが今、一回、公開されたものが引っ込んで、昔のものに戻すファームウェアが今出ています。アップデートするとですね、オートフォーカスが効かなくなるということがあるという不具合があって、私もちょっとそれにあって、ずっと常時じゃないんですけど、AF が動作しなくなっちゃう時がああります。今戻してるので、100-400GM は、うっかりしてて、これ持ってっちゃったんですけども、正式に120コマ対応してるレンズではなかったんですね。それと、こちらですね、最高秒30コマのレンズ。秒20コマのレンズ、秒15コマまでしか撮れないレンズというのも、ホームページに記載があります。こうやって見るとですね、G マスターレンズで、70200GM、1型の方ですね、これが、最高30枚になってしまうレンズ。それと、85mm の F14GM、これが、最高20コマに、制限されるレンズというふうになっています。全部のレンズちょっと試してないんですけども、お店にあるレンズで、何本か実際にテストをしてみました。最高何コマぐらい撮れているのかなというのを。まあ、さっきの 85mm の G マスター、それと 70200GM2 と 100-400GM。あとですね、まあ、今持ち歩きにつけている24mm の F28G。それとさらに加えて LAEA5 を使った A マウントの 85mm のサイズをプラナーをですね、試してみました。こうやって試したときは、時計の、秒針部分を見て、カチッっていうところから枚数を数えて、カチッっていくところまで、行った瞬間まで何枚取れてるかっていうのを数えています。結果がこんな感じです。70200GM2 で114枚。24F28G で119枚。これらはもう120枚対応、最高120枚対応ですね。になってるレンズ。で、100-400GM が、アップデート前のものになりますけども、これで、実測で86枚撮れてました。全然対応してないわけではなくて、最高速が出ないだけみたいですね。で、85mm の F14GM、これが19枚。すると驚いたことに、LAEA5 で、使ったプラナー、これが、秒15コマぐらいかなと思ったら、20枚動いてました。ちなみに撮影会の時にはですね、コージーさんがシグマの100-400を持ってきてくれたってて、それで使ってたんですけども、そちらも秒でカウントして、枚数何枚取れてるのかカウントしてみたら、秒 15枚。なので、他社製レンズだと秒15枚という制限が、入るようです。まあ、その時だけなので、全部を試してるわけではないんですけどもね。それと、これもちょっとまだホームページに僕書いてないんですけども、ノイズ低減用撮影というのがあって、コンポジットローですね。ISO感度の高い時の撮影で、
複数枚数撮って、それを、ローで撮影したものを、イメージングエッジデスクトップで、編集すると、それを重ね合わせてですね、ノイズ低減をするということができる機能がついています。撮影枚数は自分で選べて、4枚、8枚、16枚、32枚になります。これをですね、秒120個まで撮れるので、ちょっと実際にやってみますけども、よいしょ。コンポジット撮影入り。で、撮影枚数、例えば4枚にしてみます。4枚でシャッターを切ってみると、こんな感じです。わかるでしょうか？もう一瞬でシャッターが切れてしまう。32枚にしてみます。一番多いやつ。32枚でも、これ1枚取れてしまう。こんな感じです。これで取ったものをですね、PC に取り込んで、で、イメージングエッジ上でですね、ビューアーの方で開いて、で、撮った写真1枚選択して、それを右クリックすると、もうそこにコンポジットの撮影の処理というメニューが出てくるので、これを行います。そうすると、もう自動で、合成をして、JPEG か TIFF か、それか、ローファイルをこれ書き出してくれるということをやってくれます。ローで、撮ったものをローで書き出してくれるので、合成したやつをまたさらにロー現像することが可能となっています。こんな写真をちょっとお店で撮ってみました。ISO は 25,600 に、しています。かなり、ノイズが出そうなものなんですが、1枚だけ撮影したものを拡大するとこんな感じ。確かに、ちょっとノイズっぽいですね。ザラザラした感じになっています。それを、コンポジットローで合成したものがこちら。かなりノイズが低減されているかなというふうに思います。すると、胴体もちょっと試してみました。ミニ四駆ですね、これ。ミニ四駆をガーッと走らせているところで、まあ、これ電子シャッターで撮ると、ホイールがもうすごい歪むような形になるんですけども、グローバルシャッターの場合は全然歪みません。で、これを、回転しているので、当然、ホイールの形変わってるんですけども、動き検出をしてくれます。これを、コンポジットローで合成して出力したものはこれ。全然ホイールブレてる感じもないし、それで、ノイズの方はやっぱ低減かなりしてくれてるので、動きのあるものでも、これはある程度こうやって使えるようです。ちょっとシマリスとかで僕は試していないのですが、どうなんでしょうね。画面振らなければこれ使えるんじゃないかなというような気がします。また今度、今週末試してみようかなと思います。ということで、α9 III の、ご紹介でございました。今週実はですね、ちょっと撮影機材という、撮影小物というか、店頭でプリレックをですね、試していただくのに、ちょっと面白いものを用意してますので、今週末から店頭でそれを試していただくことができるかなというふうに思います。ぜひ、α9 III、触りに、お店の方まで遊びにお越しください。